ラインホルト・エバルトは、ドイツの物理学者、欧州宇宙機関の宇宙飛行士である。メンヒエングラート・バッハで生まれ、ケルン大学で1983年に、実験物理学の学士号、1986年に、人間生理学の学位と共に博士号を取得した。1990年に、宇宙飛行士に選ばれ、ミール92のミッションに向けた訓練を始めた。 ソユーズ TM-14 では、クラウス・ディトリッヒフラーでのバックアップを務めた。1995年には、ドイツとして2度目のミールのミッションに向けた訓練を始めた。1997年2月に、ソユーズ TM-25 で、ミールを訪れ、18日間を過ごした。彼は、生物医学と材料学の実験を行い、 国際宇宙ステーションの組み立てのための試験を行った。1999年2月、ケルンにある欧州宇宙飛行士センターのヨーロピアンアストロノート、コープスに参加した。2007年の時点でも、エバルトはミュンヘン近郊にある欧州宇宙機関でコロンバスの運営に携わっている。彼は、既婚で3人の子供がいる。趣味は、読書、家族と過ごすこと。 アマチュア演劇等である。スポーツはサッカーを好み、空手では黒帯を持っている。ありがとうございます。